ヘリット・ベルクヘイでは、ハールレム、アムステルダム、デンハーグで活躍した、オランダの画家。特に都市景観画で知られている。ヘリット・ベルクヘイでは、ハールレムで生まれてその地で亡くなった。1638年6月6日に洗礼を受け、兄のヨブ・ベイクヘイでカラ絵画を学んだ。画家であり、著述家のアルノルト・ホーブラー県によると、ヨブは、父親から、 正本校になる訓練を受けているが、誰について画家としての修行をしたのかは分かっていない。ヨブの師匠は、ハールレムの親方であったはずであり、フランスハルスであったのではないかと考える人もいるが、ホーブラー剣は、ヨブは、ライデンとユトレヒトの間を旅しつつ、肖像画を描いて、自分で技術を高めていったと書いている。1650年代、ヘリットとヨブは、ドイツのライン側に沿って、 旅をし、ケルン、ボン、マンハイムを経て、ハイデルベルクにたどり着いた。二人は、ハイデルベルクで、カール一世、ルートビヒノに仕え、その働きから、ゴールドメダルを授与された。しかし、宮廷での生活に馴染めなかった二人は、ハールレムに戻り、二人で工房を構えた。ヘリットは1660年7月27日に、ハールレムのセールカ組合の組合員となった。 ありがとうございます。